持ってきたんですか。へえ。めっちゃ重かった。じゃあまた今までのやつが不要になって何かしらになれる。こういうのがあるのがまず知らなかった。アプリで。アプリでできるのすごいですね。すごい職人っぽい。職人っぽい。職人だ。なんで？俺のチューニングのキーが。へえ。それ自分で書いたんですか？これはね、たくさん書いてる。あ、書いてくれた。じゃあ。はい。見て、今日香水買った。何のやつです？これジョーマロン。聞いたことある。いつもの香水ね。自宅にあるのね。家よ。いや、忘れてしまったの。え、お前いつもと匂い違うってことじゃん。それさすがにやばい。まあだからファンのみんなついてこれないから。確かに良くないか。ちょっと取りに帰るよ。いや、そういう。でもこれもすごい匂い。これもね気になった。俺がね普段使ってるあのジョーマロンのまた別の匂いなんですけど、これかね、なんだっけ。マルジェラのやつで迷ったんですけど、マルジェラは低価のやつはすごい好きなんですけど、なんか他のは結構柑橘系ので、やっぱシャネルじゃないと。シャネルいいよね。うん。おすすめの。最近結構いろんな匂い好きで。うん。わかり。わかり。やっぱね、ちょっとリベンジしろ、グローブ。あ、あのファイトさんグローブ、うん、もうだってこれ暑そうじゃん。やっぱ絶対暑いわ、これ。なんかこれでスキーできる。軽く起毛してるもんね。そうなんだ。あ、暑くてダメだったんですか。なんかね、あとね、まだ皮だから。ああ、馴染んでない。馴染まない。普段ずっとつけてる。え、なじませてライブに使える。別に普段つけてても変じゃないよね。うん、寒くないから。まだそんな寒くないから話がね広がんないね、ちょっと。まあオフショットだからいいんですよ。いつも通り過ごしていただいて。おー、X-ray か。X-ray って、藤本明さんですって。俺がボイストレーニングしてもらってた。そうなんだ。人のバンド、あのヤスさんのボイストレーニング。電動オペラとか、ま、舞が全部ひらがな。偽物じゃない。コピーバンド。いろんなバンドがいる。ゼロフィルトあるんだよ、ちなみに。どこに？探せ。あ、ほんとだ。リストだけは気づいてた。あ、ほんとだ。じゃじゃ丸いるな。去年のシアターオブブラッドで書きました。そのセカンドクラッチはあのシアターオブブラッドぶりなんで、うんうん、去年ね、その時に書きました。遠慮がちな。うん、遠慮がちのゼロヘルツ。違う、もう書くとこないか。そう、去年の時はこんなだからさ。書く場所がない。天井。流した。あざす。ここだと二人まとめていける。もういいだろう、俺。ありがとうございます。俺のサイン見つけてみ。俺のサイン。あ、あるよ。絶対見つけるわ、絶対。絶対出ないな。見たい見たい。こちらにも。本番前、本番前。お、いいっすね。本番前ですね。いい。今日は広島でさ、はい、1時間歩いてさ、散歩で。そう、広島は雨大丈夫だったんです。あ、全然大丈夫。で、お好み焼きを食べようと思って。おー、いい。どこも
大行列って。へえ。一人では入れなくて。なんでなんかあんの？あ、これがあるからだ。え？これゼロヘルツのライブがあるからだ。そういうことだ、ね。ことだ出前しました。おお、お好み焼きを。へえ。焼きそば入ってました。うどんとそば選んでたの？え、うどんが入ってるお好み焼き？焼きうどんみたいな感じなのかな。へえ、美味しそう。食べたことない。牡蠣食べたかったんだけどね。確かに。これがあるから。これがね。あざす。今日なんとね、マリンさんが。マリンライナーに。なんでつまんない本当に。いや俺もめっちゃつまんないよ本当。なんか言わせようとしてきてもカメラ回して。本当おじさんみたいなのやめてよ。まだ若いよ俺まだ。何歳？いやね、何歳って言われたら、ね、まだ若いとしか言えないからね。あ、スケルトンのやつあるよね。楽しみましょう。はい。キリンさん。はい。聞いてもらった通り楽屋が騒がしい、それぐらい楽しいですね。はい、アクロスザバニティーズフェーズ219本目、広島セカンドクラッチでした。ありがとうございます。いや、あの広島時代はね、今年2回目だったんですけども、あの箱はねちょっと違くて、で新曲もねその時と増えてね、ザイオンが増えて、また新しい、バリエーションパワーアップした僕たちを届けれたらなと思います。はい、とてもいいライブでした。また必ず広島帰っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。次はね、インストしたいね。そうだね。おしゃれ持ってきたから。頑張った。そんな感じでした。じゃあ続いて、高松です。全体もアリーしか書いてない。すごっ。やば。ケータリングにハンバーガーとかも、マルカップしたね。何があります？うまそうじゃん。ちょっとベーコンレタスバーガーと、え、リオマジいいの？いいよ。ありがとう。ベーコンレタスバーガーと唐揚げ弁当。もうカロリー多分1400キロカロリーぐらい。そうなんだ。こんな買ってマックいくらぐらいしたの？マックで1万円、すごっ。そんなこの量すごいもん。てか給料と違う。一番ちょマジ？みんなが喜んでくれるんですよ。普通じゃない？確かにな。一万でみんながこんな喜んでくれるならこんなやった時に安いもんだよ。俺もこれからなんか毎回なんかいろいろ買ってこよう。気持ちいいね。お弁当もあるし、いやありがとうございます。なんかリオいわく高松のこのマックムトリ大ニュースなってんじゃない？いやもうやばいさきゃ。1万超えたぞ。いろんなタイプいるんですよ、うん、いいですね、選べていろんなイケメンどうですか？ぜひいろんなタイプの様々に気になったあなたはおすすめ。マッチョが好きな人もガリが好きな人も漏れてる。結構可愛いでしょ。今日は可愛い系で、お可愛いマッチョの日なんですね今日は。まだまだマッチョって呼べるほどの筋肉ですよ。贅沢な悩みだな。
それで言ったら俺もね、本当マッチと呼べるにいいよね、筋肉がまだ足りないんだけど、そうね、もうちょいだよね、でもね、もうちょっとね、多分ね。あの聞いて、俺ねハロウィンの前後3日間で体重3キロ落ちた。え、やばくない？いや、多分なんで、なんでしたんだっけな。あ、そうだ、 DVD のさ、まあ、最後ちょっとあって、結構ハロウィンの日もね、意外と3時間ぐらいでだったの、睡眠が。で、次の日のリハもね、意外とそんぐらいで、結構ヘロヘロ状態だったんだけど、全然疲れてるアピールとかじゃなくて、あの当日はもうメンバーも一緒に楽しい現場で元気だったんだけど、意外とやっぱ食欲が湧かなくて、もともと食が細いから、その3日間で3キロ落ちて。あんま食べてなかったんですか？え、だからプロテインとかタンパク質は最低ラインに取ってたけど、その炭水化物、そのご飯、うん、米をあんまり食べてなく、取ってなくて。そんな変わるんだよね。一瞬だよ、マジで。やばい、マジびっくりした。え、それってやっぱ筋肉があるから燃えやすいとかもあるんです？そういうわけじゃない。てか俺なんか燃費が最近すごい悪くて、体の、そのなんか 2,3 時間おきに栄養入れないと、やっぱその筋肉は発達してきてる分、エネルギー欲しい欲しいってなるから、なるほど。それで大体脂肪から取ってくんだけど、あ、そっか、体の中のを使っちゃうってことか。そうで、その状態はまあカタボリックって言うんですけど、カタボリック状態になってて、でさらにそこで食べないと筋肉がどんどん分解されてきちゃうから、そう、だからおかげで久しぶりというか、そのハロウィン明けに行ったジムではね、ベンチプレスが85が、もう割とストーン上げれたんだ。うわーって感じ。でも全然違う体感。その3キロで。うわーと思って。でももう今戻ってます、体重。もうすぐね、調整できちゃったんで、よかったっすね。カタボリック。あ、いいね。カタボリックの対義語なんていうか知ってる？わかんない。アナボリック。アナボリック。アナボリック。メタボリックじゃないんだ。いや、メタボリックはあの仕事の。これが R&R シスターズのメンバーさんです。ライブの日は。もう
乾燥してきてるでしょ今ね。東京結構カラカラですよ。これぐらい南米ミクスチャーロックに変えようかな南米に住みたい。ベトナムのあたり亜熱帯なずっとアマゾンバンドになりますから。アマゾンとかベトベトしたと歌ってたいね。もう潤いすぎるとどうなんだろうね。そうなんですよね。喉が潤ってれば潤ってるほどいいんですかね。でも沖縄2で楽しみです。いい、あざす。どうも、渋谷ですよ。あ、高いか。どうも、どうも、おかけんです。急に始まった。おかけんにちょっと言いたいことがあるんだけど。じゃあ、昨日、うちのスタッフさんの部屋のテレビ、朝9時にいきなり勝手に爆音で流れたらしいんだけど、それどう？ダメ？うん、俺ホテルで本当にゴーストの気配感じてマジで本当に本当にでもゴーストがいたの。あのホテルいるよ今ね。俺らが泊まってるホテルにいるんですよ。さよなら。まあまあそう追ってね。やっぱまあ、オカルト研究会が多分それについては報告出ると思った。そう、これちょっとなんかこの生ハムかな。このちょこのゼロヘルスまでは流せるもんじゃないの。そのなんかもうちゃんとみっちり話さないといけないぐらいやばいから、また別の機会に吸いたいと思います最悪なことあって。あ、すごい。最悪なことあって、はい、なんかね、まあ、あの飛行機に乗るじゃない、はい、でリュックを上に入れるわけで、降りるときにリオに取ってもらったらなんかおかしいなと思った。なんかいい香りがするで、なんかいい匂いすんなと思って、なんか俺もう分かったの、絶対香水がこぼれてるって。でパック開けたらもう香水の瓶の中身がもうなくなってんの。あれ全部こぼれたね。全部なくなってる。でわーと思って、俺お金をさ、お財布じゃなくてリュックにそのまま入れてたりするの。まずそれがすごいですよ。でお札が全部びしょびしょになってめちゃめちゃいい香りになった。そのお金使いました。もうどんどん使ってって。あ、どんどん使ってる。流通させてる。いい匂いのお札を。まあぐらいですかね、俺から話せる話は。まあ、今んとこ明日になったらまたなんかあるかもしれないですね。ないんじゃないかな。あるのかな。あるかもしれない。あともう一個あります。おお、よかった。今日ね、この髪型、うん、お久しぶりにやったっていうことぐらいですか。おお、いい。ちょっともう20分前くらいなんで、ちょっと練習しないとやばいんで、また後で。はい、ありがとうございます。大事な話。ボールのサイン。はい。まあ見たことあるでしょ。見たことある。何見え、はい、うん、クマ。クマに見えるのこれが。クマに見えます。じゃあちゃんと見て。あ、スライム、スライム。いや違う。違う。ちゃんと見て。ファンの子にちなみに歯ですかって聞かれたこと。歯の方が分からなくないですか。何だと思う。寝たもんだ。ちげえ。違うか。慣れたもん。なんなんです正解は。もう慣れた。いやいや教えてください、気になる。今日もバッテン。いい感じです。キレキレ。ツインテールがいいですね。ツインテールかわかんないけど、ツインテール。バキッていきました。もうすぐ本番。キューディックスライド。はい。しおい。Thank you.
スーザーバニティツアーフェーズ2 21本目沖縄アウトプット瞬時どうもありがとうございました。はい、沖縄セミセミファイナルということでね、今日明日を終えるともうツアーファイナルなんですけどもね、はい、まあ本当あのな、ね、今も流れてますけどこの南国の土地で、一生懸命ライブ以外ね一生懸命のんびりできたらなと思います。しまうたよ金のちょっと違うね、ごめんなさいね。ではまた明日。おお、美味しそう。エビフライ入ってんですか。すごい。なんか種類違うかな。もうエビフライないかもしれない。唯一のエビフライ。もう結構すべてが唯一。あ、そうなんですね。セレクション。すごい。美味しい。ブルーシールです。黒糖。ずっと食べる。ずっと食べれますよね。うん、スパムおにぎり食べて。ブルーシール食べて沖縄大満喫。沖縄2日目、そしてセミファイナル44本目です。おお、アクロス続かれて、いやもうほんと寂しい、あっという間だったね。あっという間でしたね。本当にみんなのことで最高なことになりました。楽しいことも最高だなってことも、東京で食べれるの？なんか、あ、名古屋って見ますね。東京じゃないけど、東京にもありそうですね。これは何味？これは芋、なんだっけ、紅芋。うん、うまっ。スパムおにぎり2個とプロテインとブルーシールはもう、お昼ご飯だったんで。ブルーシールお昼ご飯に入るんですね。まあ一応ね、普通に糖分含んでデザートです。はい、ちょっとハルシオンを打ち込ます。あ、ちょっと最近ハルシオン、ハルシオンを変わってて、ハルシオンで言うと打ち込むわ俺のライブはこれでできていると言っても過言ではない。美味しい。年間どれぐらい食べてるんでしょうね、それ。でもね、意外とライブと、あ、でも普段も食べるか。外行くとき食べるかも、家では。でも、ほんとね、集中できるぐらい。へぇ。聞きます。ガム噛むと。あ、どうぞ。3、2、1。セミファイナル沖縄2日目でした。どうもありがとうございました。いやいい2日間だったし、いい2日目でしたね、本当に。まあ、セミファイナルっていうのもあってね、僕たち自身もこう最後だみたいなね、今までやってきたこととか、ね、いろんなことを振り返りながら思い返しながら歌ってたし、演奏もしてたし、多分お客さんも同じ気持ちでねぶつかって来てくれたのかなって。なんかその同じ気持ちっていうのが今回のサブテーマのゼロクオリアでの言いたかったことなので、ある意味叶ったのかなと
みんなでね同じ気持ちになるっていうのはいつあるかなと思います本当に。なのでこの気持ちを胸にね最後トヨスピットもしっかり楽しんでいきたいなと思います。44分でしたね。44回見てくれたということでありがとうございました。まだどこかで you